ンポンポンポン。注意事項をよく読んでから視聴をおすすめするのだ。博士の愛しきと申します。今回は歴代メダロットの対戦について軽く紹介したいと思います。メダロットのゲームのジャンルは大まかに RPG とアクションの2種類ありますが、今回は RPG の方を紹介していきます。過去に歴代メダロット全部の対戦動画を投稿したので、紹介の裏ではそれを流します。対戦を最初から最後まで見てみたい人は動画の再生リストを概要欄に記載しているので、そちらから視聴をお願いします。では初代メダロットから順に紹介いたします。完全ガードで相手の攻撃を全部防げるので、完全ガードしながら攻撃するのが基本です。攻撃はガムシャラと狙い撃ちが脚部パーツの推進の半分威力に乗るので、推進が高い車両脚部で効果力を出す。走行が高い戦車脚部を使いながら防御パーツで援護したり、撃つの威力が高い光学パーツで攻撃する。隠蔽がトラップの威力に乗るので、隠蔽が高い潜水パーツでトラップを設置するといった感じです。索敵が重ねがけできるかつ永続なので、回避は仕事しません。夏目開発メダロットは索敵が強いです。索敵が強いと威力が高いけど命中が低いパーツの命中問題が解決するので、威力低いパーツは使われないです。重点冷却が遅く、症状の発生が確率な症状格闘も使われません。メダフォースがないので、攻撃パーツが切れたら何もできず罪です。初代と比べて単純に推進と火力がインフレしました。初代では完全ガードしながら攻撃するのが基本戦術でしたが、援護無効のデストロイとサクリファイスによって完全ガードが必須ではなくなりました。トラップも無効なので、新しく実装された単発クリアと合わせてトラップも使われません。特に当時のデストロイは援護とトラップ無効で、なおかつ必中という性能をしています。脚部の推進が重点冷却に強く影響するようになったので、推進ゲーの始まりです。早く行動できる上に火力が上がるなら使わない手はありません。装備パーツの常時充填でさらに速くなります。また裏ボスの脚部がどの地形でも活躍できる浮遊かつパラメータが壊れており、今後の作品でもいくつか活躍する万能ラスボス浮遊脚部が初登場しました。メダロット2よりさらにインフレします。理由はダメージ計算がおかしいのか、100ダメージぐらいだったデスレーザーが300ダメージ出たり、 R3 パーツのデストロイが必中かつ4パーツ確定破壊など、パーツ火力がいかれています。威力底上げのために高推進の飛行を使うか、デストロイ警戒で戦車を使うかです。デストロイ使う際は確定で全パーツ破壊するので、高推進脚部使う必要がないということで戦車を使用します。もちろんデストロイは必中です。前作からメダフォースが実装されましたが、特に使いません。まだそんなに強くない上に、パーツで殴るだけで肩がついちゃいます。全体的にパーツ火力は抑えられたと思いましたが、メダフォースの種類が増えました。同列の相手を確率で破壊する、遠隔地雷、相手全員の動きを止める、全体停止など、いろいろとぶっ壊れたメダフォースが登場しました。しかもメダフォースが足りなくても選択できるので、充填完了までにフォースアップを使用すれば開始1ターン目からメダフォースが使用可能です。前述の壊れメダフォースが増え、サムライブラストなどパーツ火力も強化。さらに補助面でも同じパーツしか使用できなくなる行動誘発など、パーツ火力で対戦バランスが壊れていた R に比べて、 R ほど火力はないにしても、こちらは総合的にバランスがおかしくなっています。シャトルランから SRPG になりましたが、脚部の推進が高いと先に行動できる上に、メダロットの行動に必要な AP 供給量が多くなります。余った AP はメダフォースになるので、 AP は多いほど有利になります。つまりジャンルが変わっても推進ゲーです。貫通光学もありますし、症状格闘は火力が上がって強くなりました。装備パーツで威力や成功を強化できるので、高推進高火力で相手を倒そう。あまり変わってませんね。あ、ちなみにちゃんと遠隔地雷もあります。リーダー以外がリーダーを狙えるようになってますよ。貫通する光学などがなくなり、全体的に火力が抑えられています。
メダフォースも1回しか使えないメダスキルに変更されました。もちろん遠隔地雷などもありません。新しいシステム、リーダースキルで地形相性を無視したり、強化された急速チャージで遅い脚部も活躍できるので高推進環境を脱却したでしょう。ナビに続いて症状格闘が強く、成功が高い殴るパーツはクリティカル狙いで戦力になります。索敵が強くて回避が仕事しないのは相変わらずですが、ゴッドエンペラーなどがいる上リーダースキルもなくなったので、また高威力でのパワーゲームに。しかしリメイク元に比べたら補助や回復が入る余地があり、メダロットの対戦の楽しさは味わえるかと。メダフォースのバランスはいい塩梅です。症状格闘はレベルカンスト同士だとすぐに自然解除されちゃいます。システムは2コアと同じですが、機体が少なくなり、男性機体からブラックメールやクリムゾンキングや兵器型がいなくなった代わりに、女性型にラスボスデュオカイザーが追加。デストロイも女性型しかいないので、女性型にも火力があります。こちらも遊びやすいメダロット作品だと思います。開発が夏目主軸から変わってデルタアーツになりました。火力を抑えるためかデストロイは貫通なし、光学パーツは弱体化しました。索敵も永続じゃなくなり、絶対ヒット&クリティカルのアサシンが猛威を振るい、完全ガードが強かったのでガードしながら高火力で押し切ったり、補助技ドライブブーストで脚部の移動性能を上げるとともにガムシャラの火力を上げたり、クワガタメダルの空竹割りが強い環境でした。ラスボスの脚部が高スペック浮遊という歴史もまた繰り返されました。光学やゴーストなど高火力パーツは最初から高火力を出せるのではなく、条件を満たせば火力を出せるようになりました。アサッシンや頭を狙うスナイパー性格は前作で暴れすぎたのでナーフされました。しかし新技フルチャージなどで強力なメダフォースをすぐ放ったり、1回の行動で両腕のパーツを順番に使うダブルドライブの連続カウントダウンで機能停止させる、トルネードで飛行属性をつけてアンチエアを決めるなど、パーツ攻撃も様々でしたが、攻撃を必中させるヒットプロミスや絶対回避する回避プロミスをコンボで使用して攻撃を当てたり避けたりします。メダフォースはソニックショットで全員にプロミネンスを放ったり、全体停止のライトニングをフルチャージとリロードで使い回すライトニングリロードが強力です。この作品からシステムが大幅に変わります。まず攻撃や回復などの対象が自由に選べるようになり、今までは装甲が高いパーツで敵の攻撃を受けていましたが、攻撃を受けるパーツをプレイヤー自身で選べるディフェンスパーツセレクトを実装。リーダーはロボトル開始時に自分で選び、頭にダメージが入ると判明するサイレントリーダーシステム。さらに貫通ダメージは必ず頭に入るなど、メダロットの問題点であった運要素をかなり撤廃しました。さらに脚部のステータス、推進、移動を撤廃し、脚部特性を実装したことで高推進環境ではなくなり、いろんな脚部を使えるようになりました。ソードなど低威力高成功パーツは速くてクリティカルを狙いやすく、ゴーストなど高威力パーツは遅くて当たりにくくなったので、今までみたいに高威力パーツが速くて当たりやすいので低威力パーツが使われないということがなくなり、脚部とともにいろんな攻撃パーツが活躍できるようになりました。狙い撃ち、ガムシャラなどはパーツ選択時に選ぶサブスキルとなり、ロボトルでさらなる駆け引きが楽しめます。ディフェンスパーツセレクトで脚部を選択すれば回避率が表示され、潜水パーツなど回避も仕事するようになりました。トルネアンチや相手の補助行動を一度無効にできるディスターバンスが強力ですが、これといった壊れはなく、対戦環境はめちゃくちゃ良いです。かなりのメダロットの進化を感じます。メダロット8のシステムをかなり先鋭化した感じです。アンチエア、アンチシーのサブスキル化でアンチ系パーツの汎用性が生まれました。アンチ系サブスキルは充填が半減されますが、これが実質トルネアンチの弱体化になります。トラップとプラントを攻撃して破壊できるようになったので、ディスターバンスもパーツ攻撃で破壊できます。メダリアは3つ装備できるようになり、追加効果とスキルレベル補正がついています。実質メダロット DS 以降のメダリアとメダロット4のメダリアが合わさった感じです。さらにメダロット5からリーダースキルが実装されました。
リーダースキルとスタイルはメダルごとに決まっていますが、メダリアの型を揃えるとリーダースキル、色を揃えるとスタイルが絵柄とともに変化します。そして戦闘中に頭以外のパーツを一度だけ変更できるトランスパーツシステムも実装。しかしリーダーしか使えないので、使用するとリーダーだとバレてしまいます。メダチェンジも変形が早くなりました。回避が高く、ソードでクリティカルを連発するソニックスタックがかなり強いです。いろんなパーツが活躍できる、かつ新システムでさらに戦略性が増しました。初代からメダロット9まではこんな感じです。今稼働中のメダロット S では開発がデルタアーツからソーワットに変わります。これまでメダロットが積み上げてきたシステムがどうなったかなど、内容については自分でプレイして確かめてみてください。さて、ここまで RPG の歴代メダロットの対戦の歴史を紹介しましたが、どうだったでしょうか。また機会があればメダルの使用の歴史や対戦の歴史をもっと掘り下げた動画や、アクションの対戦環境紹介などを出したいと思います。概要欄に歴代メダロットの対戦動画や、他の方が出したぶっ壊れた対戦環境のメダロット作品紹介動画の再生リストを記載しているので、よければそちらも視聴してみてください。それではご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは歴代メダロットの対戦や解説動画などを投稿しています。対戦では歴代作品のガチ対戦、アニメや漫画の編成を元にした作品ごとのカジュアル対戦など様々です。解説の方もこれから作品のメダルやパーツの解説、歴代を通したメダロットのシステムの変化やキャラクターなど投稿していこうと思います。過去作品のモーション比較や歴代全作品対戦など投稿してるので、そちらも見ていただけたら幸いです。よければ動画の感想コメントやチャンネル登録、高評価をお願いします。これを機にいろんなメダロットに興味を持ってもらえればまた嬉しいです。